さあどちらも7枚でキープしたようです。はい、ハゾレプトラ語呂はいい、語呂はいいが晴れの文字が入っていない。さあ菊池選手の1ターン目はかなり注目ですね。そうですね、注目ですね。何が出てくるか。1ターン目ゴブリンラブルマスターっていう凄まじいクロックを誇るクリーチャーを出すこともできるので、うん、あ、そうですね、一応入ってはいますね。はい、はい、というわけで準決勝開始となります。まずは菊池選手ロケットスタート決められるか。もう一旦目は静かですね。沙織も選手は島を置いてタエンド。さあ、さあ3マナ西への墳墓から菊池選手飛び出すのは千染めの月。これはスニークショーとしては島を置いてしまっていれば、そうですね、一回もう島が出ちゃってるんでそこまで、うん、山を置いてロズということはショー&テル、そして前置。さあしかししっかりここで前置、そして対する菊選手は藁の端ですが、森本選手も前置からグリセルブランドノルキド。さあこれはやはりとんでもない試合になりそうな感じですね。まあでももうしっかりデッキを知ってるのか、うん、もうしっかり前置から仕掛けていきましたね。もう普通のスニークショーだとこれで詰んでしまうことも考えられるんですが、うん、前置があればそんな心配もありませんと。しっかりケアしてきましたね。もうバウンスしなくてもカンニングウィッシュからそうですね、いろんな勝ち手段が用意されていたり。だけどサイドに勝ち手段はないんですね。だからサイドのバウンスを持ってきてバウンスしてヤムラクールたちと一緒に殴るみたい な。ここでシアン、さあカニングウィッシュ高価さ願いを見つけられるかといったところですが、まあ、前置グリセルブランドがあればさほど難しいことではなさそうですが、どうでしょう。これが2ターン目ですから実にやっぱりレガシーは愉快ですよ、ね。さあもう7枚。さあこれで一応ライフは使い切った形になりますが、ここで直感を引いているんですが、これでエムラクール3枚持ってきてカンニングシュでバウンスすると終了ですね。なるほど、美しい。スニークショーで全地も入ってるやつなんですよ。3枚入ってる、エムラクール3枚、グリセル3枚、オムニ3枚っていう、ハイブリッドっぽい形ですか ね。一応分類上はスニークショーに。さあここでカンニングウィッシュから残響する真実、これでバウンスを狙っていきます。さあディスカードタイムです。なんとこれエムラクール唱えている扱いなので追加ターンがちゃんと入ると。さあここで決着、ズドン。すいません、さあ今朝がバーを動かす間もなくあまりにすごい展開で50から100みたいなはい、はい、というわけで急にバーが起こりましたが、準決勝1本目はオリモ選手が勝利となりました。あとサイドボードに入ります。さあ準決勝2本目がスタートします。2本目も菊池選手の先行でスタートします。お互いマリガンチェック中。333のリストは昔からよくありますね。前置も入ってる、前置入ってる方がデスタックとかにちょっと勝ちやすいイメージですけど、ちょっと悩んでマリガン、まあ、ちょっとマッチアップの相性的な問題で菊池選手の方が初手には気を使いますよね、まあ、もしかしたらさっきは対戦相手のデッキを知らない可能性もありましたけど、まあ、今回はもう対戦相手のデッキも分かっているので。さあここで菊池選手一番初手に欲しいカードなんでしょう。
あ、難しいですね。結構も限定的ですけど、1ターン目チャリスか、うん、まあ、1ターン目だったらブラッドムーンも効果が発揮できるかもしれない、うん、サイドボードでブラッドムーンを抜いたりというのはちょっと難しそうなので、多分ほぼ残ってると思うので、あ、とにかく 1,2 ターン目ですね。ちょっと土地が裏切り者の都しかなかったように見えましたね。でスローリモ選手はおそらくキープかと思われます。あ、ロモ選手マリガン、お互いよりダブルマリガンでスタート2本目ですね。4枚で100円とかですからそれ買っちゃいますね。かわいらしいさあちょっと土地がオリモ選手はないかな。ウィルはありましたけどね、まあ、相手の手札が5枚なんで、うん、土地がなくてもあるいは、うん、さあお互い5枚でキープしたようです。キープ、お互い戦術を、あ、まだちょっと、あ、大丈夫ですね。まずはチャリス X1、 これは弾きそうですね。お、これはたまらずフォースオブビル、意志の力ですね。さあこれはしかし菊池選手が綺麗に何でも展開できる。来た、さあ来た、ラブルマスター、こいつは速いですから、ね、本当に。対するオリモ選手は土地がなくて水霊の花火は1枚だけ、これはちょっと厳しい展開か。さらにさあ現れるわ、金属コックスから土のコス、ドエリアやつがすごいのが来ましたねこれさあ一気にこれはスムーも死にますよね、これ8点とかじゃないですからね。もうドカーン、さあ島を引き込んだオリモ選手ですが、ここでなんとかしたいが、さすたまらず投了というわけで2本目は菊池選手が取り返しました。すごいですね、ダブルマリガンと思えない。1ターン目チャリス、2ターン目ラブルマスター、3ターン目コスはい、というわけで準決勝は 1-1、 ゲームカウント 1-1、 次の勝負に勝った方が決勝進出となります。すごいですね、今はダブルマリガンですよどんなすごいデッキやねんと、全部綺麗に使い切って、そうですね、手札ゼロになって、そうですね、モダンのデッキにも4枚普通に入ってます、うん、さあしかし今回は先手がオリモ選手、菊池選手がマリガン、オリモ選手はどうか、一見バランスがかなり良い手札に見えますが、そうですね、呪文貫き、フォースオービル、スルーザブリーチ、うん、あと青いカードショーテルっぽいのが見えたような、まあ、初手に関しては少し余裕があるのはやっぱりオリモ選手ですね、うん、今回先手というのもあってですね、さっき以上に許容できるハンドは多いと思います。逆に菊池選手は先ほどぐらい厳しくシビアにマリガンしていかないと、うん、さあマリガン後の手札どうか。裏切り者の都エンジンの指導霊と見えたので、マナベースはおそらくロケットスタート可能と、チャリスも多分あると思います、ね、そうですね、あ、あとはイニシエの墳墓もありますね。さあここでお約束かのようにチャリスですが、ここには呪文貫きが飛んできます。ほぼ同時に出てます。そうですね分かってるよと。さあそしてしっかりブラッドムーンもケアして島を持ってきて、うん、さあ先ほど準々決勝で一気に勝負を決めた裂け目の突破ですが、今回も炸裂するのかとところですが、まあ、ただ菊池選手さっきはここからがすごかったですからね。そうですね、怒涛の攻撃により、オリモ選手もちょっとそれが脳裏をちらついているのではないでしょうか。さあしかし上上
上辺、これは強い。帝国上辺、お嫁さんが見えた。そして西の墳墓からこのターンはまだ仕掛けない。睡蓮の花びらがあるんで、トップが土地だとしたら次のターンに、うん、必殺の。ここでエンジンの主導霊から、これは4マナ3に属性職人の反逆者ですね。かなり最近のカードですね、うん、出てきた時に、アーティファクトを一つの対象として、この属性職人の反逆者をコントロールしている限り、そのアーティファクトが2点ダメージを与える能力を持つというカードになります。こちらですね。準々決勝では罠の橋とこいつで相手は殴れなくて延々と2点打って勝ってたという目撃情報がすごい。サスレの花びらを場に出して、ここも仕掛けていきません。さあしかしちょっとクロックが心もとない。さあラブが、そんな時に帯の熟練先導者。しかし織も選手ラッキー4点。手札にはそうですね、極悪非道の、あとは赤マナ待ちですか。いやペタルが、あさあさあここでドドン。パーマネントは6つのみ、はい、というわけでライフは14。ここで投了ということで、準決勝はスニーク賞織本選手が勝利しました。おめでとうございます。またも先目の突破、すごい。必殺技対決は織本選手の勝利と形ですかね。裂け目の突破は実はサイドボードからインした1枚のみ。すごい大活躍。